どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン7、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストはですね、アニオタ男さんからのリクエスト。前回のね、こう自己紹介ってか、あの次回予告で、こう内緒にしてたんですけど、実を言うと、サードを作ってください、もう他は全部お任せしますので、というわけでね、そういうリクエストを受けましたんで、お任せの選手いきましょうか。じゃあとりあえずお任せせでいいか、普通にお任せということで、難しいな。なんか、面白いやつ考えようかなと思って出てこなかったんですよ。じゃあ、響きのいいお任せ丸。お任せ丸ってなんか響きいいよね。はい、行きましょう。とりあえず、で、右投げ右打ち、こういうのも自由に作ってくださいということなんで、ちょっとね、両打ちの選手作ったら面白いんじゃない？右投げ両打ちの、で、サードという指定はありました。サードですね。で、どうしようかな。じゃあ、振り子打法行きましょうか。チームは、なぜか、DNA 以外でお願いしますということで。なんだ、DNA、なんでや、DNA 関係ないやろって感じだと思いますけど。まあ、じゃあ、とりあえずね、楽天で行きましょう。で、能力は、どうしようかな。これで行きますか。大丈夫、博士。改造手術、これでやってみたいと思います。ゴー！さあ、果たして改造手術は成功するのか。まあ、成功するんだけど、多分。カードをなくさない限り成功するんですけどね。頑張っていきましょう。ステージ1。引きはどうだろう。あ、悪くない。あ、いい感じ、いい感じ。うん、守備力はちょっと低いけど、でも、まあ、でもパワーもそっか。でもまあ、結構いい状況ですよね。行きましょうか。じゃあ、まずはここをぐるりと回って、置きたいな。ほい。弾道も上げて、で、ぐるっと、ほい。回復、やった。ただこれ、あんまりハテナ踏みすぎると危険なんすよね、逆に。やる気も上げたくて、で、ほい、回復やった。おーい、バント丸。さあ、よかった、繋がってた。行き止まりだったらどうしようっていうね、恐怖と戦ってました、今。あー、しまった。まあ、いいや。ちょっとやりすぎたかな。で、これでシャッフルで。はい。まあ、踏まないけどね、はてな。あ、踏んどこ。あんま変わんなかった。ゴール。いや、やばいな。今、俺今、心の底から物欲が出てるわ。なんか、全部青マスになれとか、そういう物欲が出てましたね、今。よかったー、シャッフルがあって。はい。いきなりやる気下げるのは嫌ですからね。慣れちゃうもの。パワーアップ。はい。どういう選手かっていうのも結構自由なんで、まあ僕はね、ここはちょっと本当に、のんびりと、楽しくやっていきたいと思います。はい。回復2か。悪かねえが。ちょっと待った。はい。無地パネルが赤。でも大丈夫。まだ大丈夫。よーし。回復したんなら結果おらい。で、やめっと、選手に会うよ。追い詰めた。誰だ？島選手。お、島さんどうも。流し打ち。で、ゴール。ちょっと体力使いすぎたかな。でもまあ、なんか基礎能力は悪くないっすよね。特殊能力もまあ、それなりに恵まれてますから、作り方次第ではいい感じの選手になるんじゃないかなっていう、ちょっと期待を込めてます。下。選手に合う。以前作った選手。逆境丸。で、嫌な予感がする。パワー、守備。全然変わんねえじゃねえか。1も変わんねえじゃねえか。焦ることするんじゃないよ。びっくりした。ちょっとこれは、シャッフルかな。シャッフルしましょうか。青取んなくてよかったかな。宝箱が来た。やった。よっしゃ、いいね。はい、で、宝箱。補給か。補給超人ね。まあ、守備だしね。サードがね、エラーしちゃうのあんま良くないですから。ペゲーロ。肩アップ。いいね。肩強いサードも大事よ。やばい！だー！大丈夫、博士、登場する可能性が。いや、これはね、自然に湧き出る可能、湧き出るって言っちゃ失礼か。でも出てくる可能性もあるから、結果オーライいいんじゃない？うん。なんだったら、今日の運試しステージが出ればラッキーだし。博士はいないね。じゃあ、まず宝箱を取っていきましょう。はい。補給超人伝 C。ほい、よし、大回復。1個で助かる。流れは変わる。危ない。ちょっと怖いよ、博士。いよー！やった！かなり能力上がりますよ、これ。あ、しかも野球は早い、今回。まだ全然心配しなかったのに、カレンさんの。あ、位置しかも近いな、これ。うん。かなり近いから会えますね、これ。はーい、さらば。会いましょうか？ほーい。よっしゃ、ひずりちゃんどうも。やる気絶好調もでかいわ。うん。総力どうにかすればいい選手になりそうな予感。これはシャッフルだな。はい。ゴール前に青を寄せましょう。
おー寄ったっちゃ寄ったか。どうしよっかな。じゃあちょっとパワーミートだけ取って。で、これ E にしたかったんで、ミート。はい。で、さらにミートを上げる。で、ここ選手に会っておきたい。おい、堀内選手。補給、補給がめっちゃ強い。やばい、やばい、やばい。怖い、怖い、怖い。ああ、はい、はい。あ、なるほど、なるほど。で、これで、家でパワーもらっとこう。で、ゴール。総力どうするよ、これ。総力どうするよ。ステージ5。行きましょう。まずは、これ博士登場してこなかったな。残念。カレンさんがこう、なんかゴール近くにいるのは怖いな。しかもこれ変に改造手術成功カードを持ってるせいで多分ね、補正がかかってると思うんですよね。運の悪くなる。そこがちょっと非常に怖いですが。まあでも大丈夫でしょう。はい。チャンスメーカー。あ、チャンスメーカーいいね。で、ほい。で、これなんだ。はい、来い。補給がすごい。補給がすごい。あー、これは選手に会いたいと思ったけど、ロックオンがそろそろ来るぞ、これ。うい。あれ、意外と来ない。あ、これは危険だ。ほい。あー、しまったー。カレンさんにビビったせいで変な風になっちゃったー。改造手術成功カードもったいないな、これ。これは無理。ああ危ない危ない。あ、ゲームオーバーになる寸前だった。まあ、外野手、守備固めだな。うん。はい、じゃあ完了。指定がなかったもんなんで、どういう選手にすればいいか分かんなかったんです。ただ、S 能力がある時点でかなりこれはね、守備がためのサードとして使えるんじゃない？まだ特殊能力に恵まれてましたからね。ほい。特殊能力がね、結構いいんですよ。チャンス、逆境まるで能力が上がるのもいいでしょうし、流し打ち、うん。特殊能力と補給が武器。まあ、なんというか、もうちょっといい選手になったんじゃないかっていう気はするんですけど、一応完成とさせていただきます。はい、というわけでアップロードしておきましょう。番号こちらになります。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。次回の選手はですね、T 岡田選手ですね。頑張っていきましょう。お楽しみに。じゃあね。おねやろ、そんなパフォーマンスはさせない。あはちょっと審判邪魔審判ごめん審判邪魔いやー。もう反則にならない。やりすぎると反則なのかな、きっと。てか、十分、審判に一発二発お見舞いしただけで、十分もう、反則ですよね。さっきだって、さっき完全に、だって審判を握ってた、掴んでたもんね。攻撃前に。おら、あー